続いてご紹介するのは、まあ、春先に最近はミモザの日という日ができつつあって、春ギフトの定番の柄となりつつあるミモザ柄のシリーズをご紹介していきたいと思います。はい、品番としては3品番ありまして、はい、まずは手前側ですね。こちらお財布ですかね。そうですね、ミニ財布になっております。こちらの部分にお札を入れていただいて、はい、あとはここにカードケースになっておりますね。こちらもカード入るようになっております。布を着て非常に軽やかで使い勝手が良いです。コイン部分もしっかりあるので日常使いしやすいデザインになっております。まあ、春先の春ギフトはもちろんのこと、母の日にもおすすめですね。そうですね、結構長く提案しやすいかと思います。あと続いてこの隣に行くとマルチパスケースですね。はい、こちらがリール付きのパスケースになっておりますね。なのでカバンにも付けやすい形になっております。はい、小銭ポケット付きなのでミニ財布としても使っていただけるのがポイントで、中にこういった仕切りがしっかりある形になっております。はい、で定期入れとしてももちろん使えるので、このようにクリアな仕様になっているのがポイントとなっております。こちらも2000円税抜きとなっています。で奥に行くと今度はポーチですね。はい、ちょっと待ちが少しあるポーチになっています。はい、じゃあもう日常使いにぴったりな形になっています。でちょっと使うのにおすすめですね。ダブルでジップになっているの で、 そうです、ね、どちら側からも開けられるのがポイントですね。でオープンポケットが2つ、こちらにもオープンポケットが3つ、多分リップ入れていただいたりとか、うんうん、ブラシとか、まあ、少ない中でも収納したいっていう方には非常におすすめな形になっております。まあ、どれも布地なので非常に使い勝手もよく品よくまとまっているので、うん、春ギフトとしての提案におすすめのシリーズです。ぜひご検討ください。お願いします。